こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。自分に合う着物がよくわからないな、いつもなんかどれが似合うのかよくわかんないなという方いらっしゃいませんか？本日は自分に合う着物ということを帯を締めながら解説していきたいなというふうに思います。では早速名古屋帯をね、今日締めていきますね。さて今日ね、自分に合うという観点でお話をさせていただきますけれども、自分に合うっていうのは実はね、2つの要素があります。2つの要素、まず1つ目が自分の生活スタイル、ライフスタイルに合った着物であるかどうか、ニーズに合った着物であるかどうかっていうことが1つ目。それから2つ目が自分に似合うということ。これね、皆さん結構後者を大事にされる方が多いんですけれども、前者もすごく大事です。自分の生活スタイルに合った着物でないと、どんなに似合っていたとしても着る機会がない。なので、そのね、ニーズというのはすごくね、大事じゃないかなというふうに思います。まずね、ご自身のライフスタイルに合っている着物っていうのはどういうものなのかっていうのをね、考えていくことが重要なんですけれども、じゃあ何をどういうふうに考えればいいかというと、まずご自身が着物を着て一番したいこと、例えば着物が着られるようになったら、まあ、歌舞伎に行きたいなとか、お友達とお食事に行きたいなとか、旅行に行きたい、あるいは茶道をやってみたい、それから結婚式に行きたい、さまざまニーズって広がっていくんですけれども、でも一番最初に着物をね、着たいなって、どういう時に着たいなっていう、そのシチュエーションに沿った着物から選んでいただくということがね、すごく重要じゃないかなと思います。例えばお友達とね、お食事をするのに着物が欲しいなという方は、フォーマルの着物をね、最初に選んだら着れないですよね、お友達とご飯食べに行くのに。で逆に、私はお祝いごとに着物を着たいという方が、普段着をお選びいただいても着る機会がそれこそないですよね。なのでご自身がどういう時に一番着物を着たいのか、もちろん着られるようになったら、あの時もこの時もその時もうってなるんですけれども、まず一番自分が着物を着てどうしたいのか、どういうふうに時間を過ごしたいのかということがね、まず、それを見定めていただくということが、まあ、一番そのニーズをマッチさせるということで言うと重要だと思います。まずね、このニーズぜひマッチさせていただくように、自分はどんな時に着物を着たいんだろうということをね、ぜひ思考の整理してみてください。続きまして、自分ね、似合うということですね。どうしてもね、着物って洋服と分けて考える方がね、多いなというふうに思うんですけれども、もちろん私もね、着物ならではのスタイル、着物だからこそのスタイルっていうのも素敵だなというふうに思うんですけれども、まずどういうのが自分に似合うのかよくわからないという段階だと、なんかその着物ならではのコーディネートを楽しむその以前のところかなというふうに思うんです。あと着物だからって考えると、なんか複雑になっちゃって分かりにくいと思うんですよね。なのでお洋服でこういう色を着ていた時とか、こういう柄を着ていた時にすごく評判が良かったというようなものが、まあ、着物とイコールで似合う可能性がとても高いので、そういうものをね、選んでいただいたりとか、ちょっと合わせてみたりしていただくっていうのがね、似合うを見つけるということで言うと重要なんじゃないかなというふうに思います。なかなかお店で、こう服屋さんでいろいろね、見せていただいたりとか合わせていただいたりっていうのがなかなかちょっと難しいなっていう方は、例えばね、浴衣から自分に似合うとか、どういうのがこういいのかなみたいなのね、考え方というか見つけ方、ちょっとお話しさせていただくと、浴衣も様々あると思うんですよね。柄が細かいのがバーってたくさん入ってるものもあれば、すごく大胆なものもあったりですとか、あるいはもう仕立て上がりで縞のものとか格子のものみたいなのもね、浴衣としても着られるみたいなのもね、あると思うんですけれども、そういうのをね、試してね、合わせていただくことによって、あ、私は、まあ、似合う似合わないもそうですし、柄が大きいものの方がなんとなく気分にマッチするなとか、小柄なものの方が私は落ち着くなとか、似合う気がするなとか、まあ縞とか格子の方が私は好きだなとか、お花柄とかよりかは幾何学がいいなみたいなことっていうのは、浴衣でもね、十分わかるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか自分のライフスタイルにマッチして似合うものっていうのは、いきなりね 100% のものを見つけるっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、あ、仮紐はね、通常だったら畳みますけど、今日は割愛しますね。では
帯をね後ろに回していきたいと思います。体幹ぶらさないようにしてちょっと右側ね腕のところを上げます。肩は上げないようにして右だけ上げます。よいしょ、回していきます。ちゃんと左右対称に来たかな確認します。よいしょ、はい。あとね、結構私は似合う色みたいなのってなかなかこう洋服でね捉えると難しいなっていう風に、思うと思うんですけど、ストールとかよくね顔周り巻いたりとかするときに、あ、この色映えるなとか映えないなみたいなのって多分あると思うんですけれども、洋服だとちょっとよくわかんないなっていう方はね、ストールとかを意識していただくと、マフラーとかストールとかスカーフみたいなものっていうのは顔に近いので、それで似合う素材とか色柄っていうのをご自身で見つけていただくっていうのをね、それを着物に転用していくっていうのはすごく有効な方法なんじゃないかなというふうに思います。では帯締めをね結んでいきます。よいしょ。なかなかこう昔にやってたものがだんだん年齢を重ねていくに従って似合わなくなるものってやっぱりあると思うんですけれども、若い時も今も共通して似合うものっていうのはずっと多分これから先も似合っていくものなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので今私40代後半になりましたけれども、今の段階でやっぱりある程度似合う似合わないって、若い頃は何でも似合ってたものが今はやっぱり似合わないっていうのがねあったりするので、選択肢が狭まったことによって残念だなとかつまらないなっていう部分もねもちろんあるとは思うんですけれども、悩まずに済むというのは私自身にとってはすごくメリットだなというふうに思っています。一度似合うもの似合わないものがはっきりすると後が楽というような考え方もあるんですけど、でも私たちってここから先に若くなることはなくて、やっぱりだん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 年齢を重ねていくと、またその範囲がね、少し狭くなっていくんじゃないかなと思うので、この似合う似合わないというのとは、多分ね、ずっと付き合っていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。なので、このトライアンドエラーっていうか、この考えるっていうこと、それは似合う似合わないを思考を整理していくっていうこともそうなんですけれども、これね、きっとずっとお付き合いしていかなくてはいけないことなので、そのアンテナをね、張っていくというのもすごくね、大事なんじゃないでしょうか。前似合ってたから絶対大丈夫っていうことじゃなくて、毎回フラットな目線を持ってジャッジしていくということをね、繰り返していくと、自分もトレーニングされて、より正確な判断、ご自身でできるんじゃないかなと思います。これ人に見てもらってこの色系が似合うとかっていうのもね、一つの方法ではあると思うんですけれども、なんかね全部人に委ねるっていうのはもったいないなって私は思うんですよね。ご自身で悩んでしまう部分でもあるんですけれども、あ、私これ似合ってるとか、あ、これ着た時の自分の表情が好きだなとか、そういうこともね含めて楽しんでいただくのも一つ方法じゃないかなというふうに思います。合うっていうとどうしても色が似合うとかそういうふうな思考に陥ってしまうんですけれども、合うっていうのは2つの要素があります。自分自身のライフスタイルに合っている、そういうシチュエーションを叶えてくれる着物を選ぶということ、それから次が似合う色柄っていうことですよね。この2つの観点を持ってお着物を選んでいただくと、より良い着物を選んでいただけるんじゃないかなと思います。本日の動画面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。